はい、どうもこんにちは、ひろきです。今日は、コンビニに行ってたちょっと美味しそうなものを買ってきました。それはこちらです。チープピザ混ぜ、ピザ味混ぜそば3連覇汁なし1位って書いてる。絶対これうまいやつじゃんと持って買ってきました。えい、よし。まあ、間違えてお湯の湯切りのとこあげたった。火薬、粉末ソース、液体ソース、見る感じ麺はすげえぶっとそうです。じゃあお湯を入れていきます。熱湯5分なんで、へい、お湯を入れて5分スタート。ここの湯切りのところはこいつにお尻で塞いでもらいます。ちゃんと塞いどけよ。はい、待ってる間暇なんで、子供の時にやったちょっと遊びをやります。名前は大魔王。こいつがどうだってもいいのか。やめてあげて。そう話したいのに私の友達を死ね。あ、間違えた。火薬は蓋の上で温めるんだって。普通に入れちゃった。まあ、いっか。はい、5分経ったんでお湯捨てていきます。お尻が熱い。あっちあっち。うわ、やばい、やばい、赤い。お、匂いはピザの匂いする。やべえやべえやべえ、匂いがピザ、やべえ。いや、もうお腹いっぱいなんだよ。もう匂いが本当にピザです。じゃあいただきます。思ってたよりピザの味が濃い。本当にピザをこう食べてる感じがします。ん、食べてる感じがしますって言った今。食べてる感じがします。創作麺料理らしいです。へー、誰が考えたの。すげえ、汁なし部門1位。あー、確かにこれはうまい。本当にもううますぎて箸が止まらない。止まりました。うますぎて本当ピカチュウだよ。ピカピカピカ、うまいピカ。 I have そば、 I have ピザ。ピカ。はい、ごちそうさまでした。残さず捨て食べました。皆さんもぜひ買ってみてください。汁なし1位ピザ味混ぜそば、本当にマジでうまいっす。1位の味がしますよ。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。また動画あげるんで、またすぐ動画あげるんで見に来てください。 See you。